ハーデスいらっしゃい。猫缶いらっしゃい。違う、続けてたとできないらしいな、どうも。設定画面が出てこないらしいな。ユナいらっしゃい。ヌいらっしゃいね。アーチャーいらっしゃい。うん。匿名あるよ、今。新吉いらっしゃい。小悪魔ルーシーいらっしゃい。うん。NG、リュウちゃん、クラリス、シロちゃん、ミーいらっしゃい。うん。匿名ある。ノンピーチいらっしゃい。グッチ、清正、タロシケ、ケンタメいらっしゃい。そうそう、なんか一回消さなくちゃいけないんだな、これ多分。匿名をなしにした設定にすると、連続ではなんか消えたな。まあ、今戻った。木村いらっしゃい。ブナーマタバ、じゃブナーマタバ、久保田学ぶいらっしゃいね。配信3日目、そうだね。シーンいらっしゃい。一足。ヘイレン、ソムタム。ヨッシー、MP4、サボローもいらっしゃいね。リョウいらっしゃい。うん、なんかいつもリョウのさ、その小バワーってやつあるじゃん。なんか急いでる感じがするよ、言葉が。その顔文字といい。ソフィアいらっしゃい。めっちゃ配信する?だってやっぱ中に入ってる間、配信したくてしょうがなかったんだもん。ゆうたろういらっしゃい。ほんと配信のことばっか考えてさ。通知すげえな。すいませんね。3回目ぐらい。美里いらっしゃい。すいませんね、皆さんね、通知。あんま通知バンバン、バンバン入れたくないんだよね。うん。そうそう。なんで、ぶっちいらっしゃい。迷惑だからな、特に深夜は。うん。私はまだ10なのでピンですって責められたから潜ってさ離れたわけじゃない。あ、そう。猫缶いらっしゃい。セブンサブいらっしゃいね。全然眠くない。この時間は眠くないな。逆光眩しい。ちょっとじゃあこれ何、ちょっと場所変えるな。じゃあ全然俺この時間眠くないんだよ。朝方とかさ、になるとさ、だんだんとちょっと眠気が来て眠れるかなっていう感じで。今から仕事は、頑張ってね、上層のヒゲモグラ。まあ、今のところ寒さは耐えられるかな。いつも何時?早くて6時ぐらい。6時、7時ぐらいで、遅くて11時とか、初寝中、いらっしゃい。中学生の頃からずっと見てる。若いんだね、じゃあ。ね。中学生って言うと、まあ、10年見てたし、もし10年見てたとするならば、26ぐらいか。もっと若いのか。24とかか。すごいな。ちょっと、ごめんね。ズボンちょっと上げさせて。2枚履いてるから。下のズボンが。なぜそんなに昼夜逆転したか。なんかね、その、一気にさ、この1年半を取り戻そうとして、今日知らせ。配信会の流れをさ、1年半取り戻そうとしてさ、いろいろ YouTube 漁ったりとかいろいろしてたわけよ。そうして、あとは配信見回ったりとか、したらやっぱ、だんだんと夜更かしして。匿名さんいらっしゃい。病気になるこの寒さ。上は寒くないね。下が寒いだけで、ちょっと、長い枝、座ってると。多分寝落ち、いいよ、全然。でもね、そのね、じゃあ、いいや、クソ漏らしたっていうのは多分事実じゃないと思うよ。ちゃんと理由があるんだよ。だってさ、俺捕まってんだぜ、その時。川口駅前で。川口駅前で捕まってんだけど、ね。そうそう。ズボンは濡れてたんだよ。ションベンでびしょびしょに。違う、ションベンでびしょびしょに濡れてたから、だから俺は肩にズボンをかけて、ホテルからバスタオル借りてね。ほんで、俺だってそのパンツと
を使ってね、履いたまま流暢に入ってんだよ。そんな汚れたもん洗濯してくれるもん、普通に。だからそんなのないと思うよ、まず。正直。いや、おしっこを漏らしたよ。漏らしたっていうか、噴射したんだよ、ビャーっと。噴射したの、それは事実だよ。覚えてるもん、そのベッドと壁の間に挟まってて、立ち上がろうとしたら、ピシャーって出た。覚えてるもん、そこは。それでも俺話したよね、前、何、昔、その話、ベッドに挟まってて、ね、で力入れたら、正面、プシャーって出たって話はしたよ、俺。でも、その、クソを漏らした事実はないよ、だって。だってパンツ全然、だってパンツ俺履いてなかったもん。ズボン、そのさ、びしゃびしゃになった時、まず。だってそしたらパンツだって濡れてるわけじゃん、正面、正面で。そうでしょ？んな、そう、びしょびしょになってさ、うんこ漏れて、そのさ、正面が出てる状態のさ、パンツをさ、履いたままない、俺バスタオル巻くの。意味がない、ないじゃん。ないよ。だから、パンツ履いてないんだから、だって。見た人がいるから、だってジーパン履いてんのどうやって見えるの？逆に教えてもらいたいけど。違う違う、ジーパン履いてるのに、どうやって、その、俺がね、その、うんこを漏らしたとかってわかるの？思うけど。不思議に思わないの？みんな。俺がパンツだけを履いてたならわかるけど、俺ズボンを履いてんだよ。いや、臭いって、しょんべんでも十分臭いでしょ。だ、持ってるんじゃないの、その部分も。まあ、どっちでもいいんだけどね。しょんべん、しょんべん吹き出てるから、ともいらっしゃい。どこの駅？川口駅。でもそれは事実と異なる可能性もあるよ。まあ別にいいんだよ、俺。そのうんこ漏らそうが、しょんべん漏らそうが、記憶にないから。別に。恥ずかしいとも思わないんだけど、正直。そのね、シラフの状態でね、シラフの状態でね、そういう状況なら恥ずかしいと思うよ、うなちゃんマンみたいに。別になんとも思わないんだけど、シラフじゃねえし、記憶にねえし。だって、事実か事実じゃないか。だって、そもそもパンツだから汚れてなかったっつってんの、俺は。パンツ履いてなかったんだって、だって。そんで、ホテルの中でパンツ履いて、ズボンを肩にかけて、ね、ホテルのバスタオルをもらったんだ。ホテルのね、カウンターというか、あんじゃん、そこんところで、これすいませんけど、ズボンびしゃびしゃ濡れてしまったんで、タオルもらっていいですかってタオルもらったの。だからパンツ一丁で俺、ね、上パーカーかなんか着て、川口の駅前歩いてたんだよ、俺。それで職質で逮捕なんだよ、その時って。ね、なんだけど、でもじゃあね、俺はパンツをそこまで履いたの覚えてんだから、パンツを脱いでてさ、ズボンを履いてて。パンちゃんだから、ズボンはだから履いてなかったっていう状況、上は着てたから、普通に。パーカー。まあ、どっちもいいんだけどね、別に、そんなの、俺からすりゃ。ただ俺はそのことを言われたからショックじゃないんだよ。そのことを言われたからショックじゃないの。やっぱさ、俺がいないのにそんなこと言われてるの気分良くなくない？みんなどうなの？ちっちゃい、責めてるわけでも何でもね。みんなどう？そんなこと言われてたら、しかも自分のいないところで、まあ、自分が収監されてたりとかしててさ、もう関係性もないのにさ、なの言われてたら気分良くなくない？ただそれだけなんだよ。だから、ショックを受けたっていうだけ。